1週間炭水化物じゃがいも生活。じゃがいもダイエットおすすめできるかどうか発表します。こんにちは、皆さん、くずまるです。ってことでね、動画撮っていきたいんですけど、自分はですね、 JBBF という大会に出場予定なんですけど、 JBBF のその大会まで3週間を切りました。でなんですけど、3週間切ったんですけど、ぶっちゃけ絞りに関して言うとあんま絞れてないなっていうのが率直な感想になります。一回見てもらったらわかるかな。まあ今こんな感じです。はい、まあある程度絞れてはいると思うんですけど、大会レベルに達してないなっていう感じになってます。はい、というのもですね、僕最近胃腸炎で倒れていまして、胃腸炎になって2日間ぐらい食べたもの全部入ってたんですよ。で、食べたもの全部入ってたから、もうゼロカロリーの状態で2日間過ごしてしまって、なのでもう筋肉量がもうめちゃくちゃ減っちゃったんですね。ここでもう筋肉量めっちゃ減った状態で、さらに治ってから減量のカロリーでいってしまったら、もう筋肉一気にめちゃくちゃ持ってかれるなと思ったので、まあ3日4日ぐらい増量のカロリー3、4日続けて入れました。はい、という感じなので、結構脂肪も若干乗ってきちゃった感じになるんですね。なので大会まで3週間切ってる状況なのに、あんまり絞れてないっていう感じになってしまっています。はい、まあ、そこでですね、まあ、ある作戦を取り入れて、絞りを加速させて大会レベルまで持っていこうかなと思っております。その作戦が、1週間炭水化物じゃがいも生活。もう無理無理だよ、米食いてえよ。おすすめできません。まあ、この動画見てもらったら分かると思うんですけど、前芋でめちゃくちゃ失敗してたやんって思う方、まあ、めちゃくちゃいると思います。今回はジャガイモですから、ジャガイモですからね、絶対成功します。なんでジャガイモを選んだかっていうところなんですけど、まあ、ジャガイモっていうのは、まあ、さつまいもに比べたら GI 値って言って、血糖値の上昇度合いっていうのを GI 値って言うんですけど、さつまいもに比べたら、まあ、高いは高いです。はい、なんですけど、まあ、グラムに対する炭水化物量で考えると、ジャガイモっていうのは密度が低い食品になっております。まあ、どういうことかっていうと、例えばジャガイモ 100g 食べましたと。ジャガイモ 100g 食べたところ、まあ、炭水化物量で言うと、まあ、30g ぐらいっていう感じで、結構密度が低い感じになってます。はい、ってことで、密度が低いことによって満腹感が結構得られやすいのがこのジャガイモになってます。はい、で1週間炭水化物をこのジャガイモに変更することによって、さらにこの絞りを加速できるんじゃないかと思います。ていうか、加速させないとまずいです。はい、まあ、こんな感じでね、芋をたくさん買ったので、1週間芋だけ食ってめちゃくちゃ痩せてやろうと思います。それでは1週間ジャガイモ生活スタート。はい、ってことでね、調理していきたいと思うんですけど、じゃがいもね、僕は毎回毎回その調理のたびに包丁出して切ったりするのがすごい面倒なタイプなので、一気に調理して冷凍保存したいと思います。はい、ってことでね、まあ、こんな感じで、まあ、一気にふかしていこうと思います。で、なんかこれ100均でね売ってる、中にこうあるんだけど、ふかし器みたいな鍋に入れれるステンレスのやつ売ってるので、やってみたい人ぜひこれ買ってみてやってみてください。それではちょっと調理していきたいと思います。ってことでね、記念すべき1食目食べていきたいと思います。いただきます。うん、まだ蒸し足りなかったです。はい、ってことで筋トレから帰ってきました。で、筋トレから帰ってきてもじゃがいも食べていきます。でね、こんな感じでじゃがいもをね、まあ、300g ずつ小分けにしてジップロックに入れて保存してあります。これ 300g なので、だいたい糖質で言うと 51g ぐらい、かなり密度としては低いんじゃないかな。米 200g 食ったら糖質74ぐらい取れるので、糖質の密度としてはかなり小さい、低くなってるので、まあ、満腹感が得られて、まあ、最後の減量の追い込みができるんじゃないかなと思います。はい、それでは食べていきたいと思います。味付けはこの岩塩で。いただきます。うん、うまい。これならマジで1週間本当に余裕で乗り越えられそうです。はい、それでは1日目終了になります。マジでうまい。体の状態はこんな感じです。ここからね、1週間でどれくらい大会レベルまで持っていけるかっていう感じになります。それでは1日目終了です。2日目の朝です。今日もちょっと汚いけどジャガイモを食べていきます。これマッシュポテトです。マッシュポテトを昨日のうちに作っといたやつ食べて、1日ジャガイモ生活2日目スタートになります。いただきます。うまい。
で、仕事から帰ってきて、トレーニング前の食事になります。ただね、飽きてきた。またね、うん。早すぎない?ちょっと。うん。デジャブやん。前のデジャブやん。でもね、大丈夫です、皆さん。じゃがいものいいところは、いろんな調理方法があるところです。ってことでね、じゃがいも全部蒸したんですけど、僕には最強の機械があります。それがこちらです。はい。こちらノンフライヤーです。なんでこのノンフライヤーでフライドポテト作って、この飽きをなくして食べていこうかなと思います。それではフライドポテト作っていきます。はい、ってことでカラッと揚げてきました。もうね、ノンフライヤーあればね、減量なんて余裕ですから。いただきます。うん、うまっ。マジでうまい。無事、飽き脱却しました。解決早い。ってことでね、これ食べて、今サバ焼いてるんですけど、これとサバ食べて、トレーニングしていきたいと思います。はい、ってことでジムから帰ってきました。ってことでジム後の今日の最後のご飯、じゃがいもを食べていきたいと思います。こちらもね、今ノンフライヤーの方で揚げたてなので、めちゃくちゃ美味しいフライドポテトが待ってます。いただきます。それでは、あちゃ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 、いただきます。あちゃ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 、開け開け、マジでうまい。あのね、さつまいもと違ってマジで筋トレ中すごい楽しみ。帰ったらフライドポテト待ってるみたいなうん、そんな感じで今んとこ苦はなく進んでるかなと思います。それではこちら2日目終了の体になります。てな感じで2日目終了です。はい、おはようございます。3日目の朝です。体重なんですけど、もうバンバン落ちてる。初日が 78.2kg スタートだったのが、今3日目で 77.9 だった。今日すごいペースで落ちてますね、はい、今までなんか1週間で 500g とかしか減ってなかったのに、なんかもうバンバン落ちてるので、じゃがいもうまくハマってんのかなと思います。それでは今日もじゃがいも食べて1日スタートになります。いただきます。うん、うまい。はい、ってことで仕事から帰ってきました。ジム前の食事になります。でね、さっきの動画、昼食の動画見たらわかるんですけど、あれもうね、地獄だったじゃがいもをね、潰した状態のポテトを冷凍して保存しておいたんですよ。で、それを自然解凍できると思って、職場に持ってって昼ご飯、昼までに解凍しようと思って持ってったら、もうカチコシ最悪だった。マジでじゃがいもシャーベット聞いたことないよね。じゃがいもアイス、じゃがいもシャーベット、マジでね、クソまずかった。明日からちゃんとこう自然解凍じゃなくて、もう解凍されたものを職場の冷蔵庫で保存していこうかなと思います。それではジム前のじゃがいもいただきます。オーケー、オーケー、うん、うまっ。はい、ということでジムから帰ってきました。で、ジム後このね、問題児ですよ今日の昼俺を苦しめたこの問題児、次はちゃんとレンジでチンして食べて3日目を終わりたいと思います。それでは、3日目終了の体を見せていきたいと思います。てな感じで、まあ、体重自体はね、なんかバンバン減ってってて、じゃがいも生活もね、全然辛くなくて、前回苦しめられたさつまいものおなら事件、おならの地獄も今回特になくて、結構いいかもしれない、じゃがいもは。って感じで、まあ、まだね、3日目まだこっから折り返しっていう感じなので、残りも、じゃがいも生活頑張っていきたいと思います。それでは3日目終了。はい、ってことで4日目朝になります。で、今日終われば折り返しということで、まあ半分終わるんですけど、まあ今朝の体重もまあ 77.9kg で、まあ昨日と変わんないんですけど、まあ多分明日にはまた落ちるんじゃないかなっていう予想です。はい、それでは今日もポテト食べて1日スタートしていきます。はい、仕事から帰ってきました。ポテトで食べていきます。全然飽きないね。うん、全然余裕、マジで余裕、めっちゃうまいもん。まずポテトをこんくらいの、なんていうの、四つ切りみたいな感じにして、蒸し器でもまあフライパンでも何でもいいから蒸して、まあ、蒸したやつを冷蔵保存しといて、それを食べるときにノンフライヤーの方で揚げるっていう感じでやってます。これマジでめっちゃいいわ。すごい楽だし、うまいし、最高です。いただきます。はい、ってことでジムから帰ってきました。ってことで、ジム後のじゃがいもを食べて、今日一日終わりになります。もうだいぶ慣れてきて、芋もだいぶ好きになってきました。主食になってきました。それでは、4日目ラストの体です。うん、だいぶ絞れてきたかなっていう感じになります。まあ、大会まで残りめちゃくちゃ少ないんですけど、頑張って絞り、とりあえず大会まで、うん、できる限り絞っていきたいなと思います。それでは、4日目折り返し終了です。は
い、5日目朝です。今日はね、休日です。休日も芋生活やってきます。いただきます。今日マッシュポテトです。大会までね、今日でちょうどあと2週間というところまで来ました。あと2週間で芋で絞り切って大会迎えたいと思います。それでは5日目スタートです。はい、ってことでジムから帰ってきました。ジム帰ってきた後のご飯です。ジム後のいただきたいと思います。こうやってごめんなさい、許してください。もうね、じゃがいもね、いやじゃがいもね大丈夫なんだよ。じゃがいも飽きてないし全然辛くないんだよ。でも食べたすぎる小豆は。ごめんなさい、ちょっと1本だけマジで許して、1本だけガチでお願い。食べちゃうね。うん、うまっ。ちゃんとこの後じゃがいもも食べるんで、ってことで今日の、終わりの体を見せて終わりたいと思います。だいぶね、ちょっとしぼんできちゃったかなって思うんですけど、このじゃがいも生活が終わったらちょっとラストをハイカーボで入れて大会まで、大会に臨みたいと思ってます。それでは5日目終了です。はい、6日目朝です。残りね、じゃがいも生活も2日となりました。それではじゃがいも食べていただきたいと思います。でね、昨日小豆バー食べていつもよりちょっとだけ炭水化物増えたんですけど、体重自体も今日最小値更新して 77.4kg で、じゃがいもがすごいね、どんどんバンバン落ちてる。体重が、まあ、これで筋肉が落ちてなかったらいいんだけど、でも体重自体はバンバン落ちて、絞りは、順調なのかなっていう感じです。それではいただきます。はい、ってことで今からジム前の芋料理を作っていくんですけど、せっかくねノンフライヤーあるんでポテチ作っていこうかなと思います。ポテチを作って、ポテチを今日はそれ前後で食べていこうと思います。作り方自体はそんな難しくないと思うんでね、めっちゃ薄く切って水にさらすと。はい、まあこんな感じで薄く切ってて、薄く切ったものをノンフライヤーで焼いていこうと思います。まあこんな感じでポテチ作ってます。はい、じゃあまず1枚出来上がったので食べてきます。うん、ポテチだわ。はい、出来上がりました。こんな感じ、すごくない？もうポテチだよね。これをご飯として食べるというねでも油一切使ってないんで、ただのじゃがいもなんでめちゃくちゃヘルシーです。はい、減量中でもポテチ食べたいっていう人はぜひ買ってみてください。はい、ってことでジムから帰ってきました。で、じゃがいも、ジム後のじゃがいも食べていきたいと思います。今日で6日目、明日でラストなんですけど、6日目の体はあえて見せずに最終日に撮っとこうかなと思います。それでは6日目終了です。はい、ってことでじゃがいも生活今日で最終日になります。ってことでね、今日も、1日じゃがいも生活をして体がどう変化するか最後見ていきたいと思います。ちょっとね、今今日寝坊しちゃってこれから仕事急いで行かなきゃいけないので、じゃがいもちょっと食べてる様子は撮れないんですけど、ってことでじゃがいも生活今日も1日やっていきます。はい、ってことでこれからジムに向かうんですけど、じゃがいも料理して食べていきたいと思います。はい、ってことで出来上がりました。カレー、米なしです。じゃがいもだけじゃがいもいっぱい入れたカレールー食べていきます。オッケー。いや、うまいけど地獄だわ。米食いたくなるやらかしたなこれマジでやらかしたわ。マジで米食いたくなる。まあ我慢して食べていきたいと思います。はい、ってことで今、ジムから帰ってきました。そしてラストじゃがいも食べてとうとう1週間じゃがいも生活終了になります。長かったね今回も。まあでもね、じゃがいも生活はそのさつまいも生活に比べて結構やりやすかったです。はい、なんか辛くもないし、おならめっちゃ出るとかもないし、なんかこう満腹感も結構得られてストレスなくできたかなっていう感じになります。ってことでラストじゃがいもをいただいて終わりたいと思います。ではラストじゃがいもいただきます。うん、米食いたくなるってことで、ラスト7日目の体を見ていきたいと思います。どうでしょうか、だいぶ絞れたかな。横から見たらこんな感じ。
まあでも大会レベルかって言われたらまだ大会レベルじゃないんですけど、あと2週間ぐらいしかないけど、うん、まあ許容範囲まで来たかなっていう感じだね。うん、戦えなくはないぐらいの体にはなってきてるかなと思います。はい、それではね、最後ジャガイモダイエットがおすすめかどうか発表して終わりたいと思います。ジャガイモダイエットおすすめできるかどうか発表します。おすすめできます。